いい体してますね。はい、お久しぶりです、ジスキンです。今ね、仕事してる会社のところで 3D プリンターの新しい事業をやるということで、このね、部屋を作ってもらいました。で早速ね、X2 さんの D1 Pro、 こちらね、商品レビューしたいと思います。ではこの商品開けてみようと思います。はい、緑のマニュアルついてますね。あ、すごい、中も全部緑や、緑統一してあるな。はい、あ、プレートありますね。あ、ちゃんと木材サンプルもついてますね。さあ続き行ってみましょうか。おお、こんな感じになってんだ。じゃあね、あとはマニュアルに従って組み立てていきましょうか。おお、よいしょ。結構、これ結構大変だぞ。お、あ、これサングラスや、目がやられないように。これ見てくださいよ。I'll be back。 はい、という形でね、こういうことか。最初に、まあ、全部くっつけろというわけですな。こうこうして、こういうことやな。どうやってはめるのかな。はまりました。で同じようにこっちも、あ、はまる、はまる。おう、はい、あ、はまったわ。ここにね、ネジとか必要なものはね揃ってますね。16箇所ね、はい、止めていきます。これ倍速でしょこれ。はい、ネジ回していきます。こちら気をつけてください、ハサミはないよって言ってますね。ここを通すと、このね、ネジ穴にこう入るようになってますね。はい、オッケー。じゃあひっくり返してついてる。この向きでこいつを通して角っちょを引っ掛けて伸ばして、こういうことか。なんだこれ、このままこの向きでガチャコンしろと。赤ネジね、使って横止めていきます。ちょっと最初の1本だけちょっとバランスが大切だけど。はい、次キュッと、次反対、 OK。 きつくやりすぎるとね、戻んなくなるんで、8割ぐらいで締めていきましょう。あ、ほぼほぼ締め終わりましたと。じゃあ次行ってみよう。次はなんだ、この赤、白、黄色はそのままさせと。このね、側面にね、これついてるんで、これに合わせてつけてねって出てるんで。でも小さいんだな、これ指器用じゃないと入らねえんだが、これどうすんの。え、狭っ。いやいや、マジできつかった。なんだこれ。はい、このちっちゃいのつなぎます。よし、残すはこの本体ですよ。これをこうだ、回していく。はい、これか、この謎の耳栓をしろと。こいつをガシャコンしてね。いきます。紐が邪魔をしないようにちゃんと言ってねっていう、これはとっても大事ですね。こう邪魔しないように伸ばして、はい、ということでこちら、D1 Pro 完成しました。これ前後こんな感じで、前後ろとあと左右ね、
こんな感じで動きますね。なんでこうぐるーんとこう動かしても大丈夫と。そういうことね。あ、おお、これ足伸ばすやつですね。アシストセット 4X2D1。 あー、これね、了解了解。これは風を送るやつですね。ではね、これアタッチメント開けてきます。回転装置に第2世代缶を回せるやつなのかな。はい、見てください。なんかレーザー兵器みたいになってますけどね、これ。わかりました。はい、なんでまあとりあえずこれで完成ですね。これとこの離れたところにこれをこうやって置くことによって缶とか瓶とか何でもできますよっていうことで、他のパーツはね、この型をはめるための微調整っぽいです。はい、お疲れ様です。今撮影中です。試運転の前にこちら、ドーン、あの下に引くやつね、強力なやつと、あとこれ床に敷くね、底上げのやつをつけていきます。こんな感じ。おお、しちゃったよ。おお、あ、磁石だ。磁石。これめっちゃ綺麗。いや、すげえな。これそこに敷くんでしょ？違う。おお、すげえ。これ見てください。そこに敷くとこんな感じで鮮やかな青。いい下敷きっすね。これでね、底上げしようと思いますね。底面のところでキャップ外して回していくと。最初からこれをはめて、で、ここね、キャップを外してここにはめていくと。キャップはめる。じゃあ残りやっていきます。うわっ、高くなった。あ、コーナープロテクター、とりあえず4つでいいかな。シール剥がして角にペタッと、いいんじゃないですかね。これで角の防止ってやつだね。はい、こんな感じで角っこ作りました。実際にね、パソコンからレーザーでね出力してやってみます。つないでいきましょう。 USB、 ここ端子があるんで入る。で、電源はこれなんでね、差し込んでいきましょうか。あとはこれね、これノートパソコンにつなぎます。ちょっとね、高さ下げてます。で、これはね、また別の付属品ですね。はい、このプレート超便利です。で、奥のこっち、これここ、これこれを上に上げると、こうやって上に上げるとこれがこうやって上げ下げできます。微調整できます。で、うん、ここを下げると固定します。はい、今ね、ここにね木材を置きました。で、これ高さがねギリギリなんで、ちょっとこれね浮かせないといけない時っていうのは、ちょっとこれ片手できついんですけど、ここのなんか、なんだろうな、栓抜きみたいな、これ、うん、栓抜きみたいなのがこう下ろせるので、もう下ろしてちょっと上げるけどね、ここにね栓抜きを下ろした状態でこう上下できるんで、この先端が床に落ちるギリギリぐらい、ほんのちょっと浮かすぐらいに調整して後ろの方を下げるという感じですね。はい、フレーミングやります。で、フレーミングっていうのは何かっていうと、画像を決めたらどこで造形するかっていうのを決めてくれるんですよ。なんでフレーミングって状態にしたら、ここを押します。押してみますよ。これ見えました？この範囲に作るので位置調整してくださいねって出てるんですよ。だからこれ気持ちいい。もっと前ですね、この辺、これちょうど今レーザーが十字になってるんで、十字になってるところに合わせてこれで押すと、あ、ちょっとオーバーすんな。ここはここかな。もう一回やってみましょう。いいね。じゃあこれで実際に造形してみます。さあ行ってみましょう。ポチッとな。
おおすごい。てか早いなこれ。あ、終わり。はい、これ今終わりました。実際にではちょっと見てみましょうか。まあ、これ動かせるんでね、こうやって動かして、はい、こんな感じですね。これ初めて出したんですけど、ちょっと薄すぎたんで、もうちょっと調整してみようかなと思います。じゃあもう一回この辺に置いて、この辺に置いて、もう一回ねやってみましょうか。ポチッと。これできました。見てみましょうか。外して、はい、下と上比べられますかね。こっちの方はちょっと強めになってるんで、魂とかこの辺がちゃんと映るようになってますと。ちょっと目もねできてる。あとで、ね、この上はツヤツヤだけど、レーザーしたところはねザラザラ。はい、こんな感じですね。木材なのか、いいな、鉄板という形で、これ鉄板です。お好み焼きひっくり返すやつの、なんていうかな、これおこしがね台ですね。こちら、こう、シュッシュッ、これをね、ここにね、ロゴつけてみようと思います。よし、はい、こんな感じで。はい、終わりました。ではね、見ていこうと思います。これ見えます？あー、映ってる。わかりますかね、うん。まあ、こんな感じで上の部分が出てるけれども、下の部分はちょっと出力不足でね、ちょっと薄いかなっていう感じはしますけど、一応映ってますね。でねー、はい、置きます、下げます、はい、 OK、 セット完了。ちょっと待って、はい、できました。おお、はい、これ見てください。こんな感じで、あ、綺麗、ちゃんと、てかすごいな、これめっちゃ綺麗やん。すごい違和感ない、めちゃくちゃ綺麗な看板みたいになってますね。食いもんっていうね、いい感じだわ、綺麗。こちら終わったんで見てみようと思います。よいしょ。あ、いや、これすごくいい。ほらこれ見て、ほら、いや普通にこれ商品としてあっても全然違和感ないぐらいようできてますね。はい、
こちらできました。どーん、マッチョもんですね。いい体してますね。はい、まあね、他ねこんな感じで食い物のねロゴとかこうキャラクターをね、出力して楽しめます。まあ、これをグッズにしてもいいですね。素晴らしいと思います。豚肉食べればマッチョになれるよ的なね。今回は X2 さんの商品紹介してみました。 3D プリンターって自分やってるんですけど、3次元だとモデリングが結構大変なんですよ。でもこれイラストやの画像を使ったようにフリーのやつだったらいくらでも物刻めるし、すごい便利ですね。はい、おすすめでございます。中国の企業さんからこういうのを紹介してほしいとか、こんなのどうですかってあるんですけど、まあ、自分もね中国の長州っていうねところで王在長州バニー中国大好きなんで、我也喜欢中国、はい、という形で今回中国大好きなんで 3D プリンター関係とかこういう彫刻関係で紹介してほしいとかコラボしたいとかありましたらね、ぜひ好き好き待ってます。バイバイ。